はい、ピースケです。サクスペやっていきますということで、今日は後付けなんですけど、PG5 まで一応作れたので、はい、出していきたいと思います。はい、でデッキは前回と同じの、はい、まあ査定なのかな、まあ一番強いとされている、北斗のデッキでございます。はい、まあちょっとやっぱハードモードなので点数出すのが、まあ、やっぱ結構大変ではあるんですけど、まあ、頑張ってやっていこうっていう感じの内容でございます。はい。まあ、でもやることは一緒ですね。まあ、打撃、まあ、結構俺はもう、最初とにかく打撃バンバン開けて、まあ、開けたら開けた分、練習に来る枠が増えるんで、打撃のとこにね、人も集まってくるので、まあ、一緒に評価上げて、まあ、序盤から、強いタッグを呼んでいけたらいいなっていう感じでございます。はい、でまあ、シアンがねメンタルに来てくれたので、まあ、メンタルはまあ開けてもいいかなっていう、まあ、やっぱ基本打撃と走塁なんですけど、精神足りなくなる可能性もあるので、打撃走塁メンタルを、まあ、開けてあげてタッグを待つっていう、はい、感じになるのかなと思いますけど、はい。で、まあ、評価はいったね。評価いったので、まあ、シアンをとりあえず、告白まだ欲しいので、まあ、で、まあ、シアンでラブパイ呼びながら、回復しながら、連発して打撃タック踏んでいきたいっていう感じなので、で、彼女キャラとかは特に空いてる練習に来やすいっていう性質があるので、まあ、そういうのもうまく使いつつ、はい。で、まだ光ってこないんですよね。まあ、あと、まあ、どのくらい光るかはもう本当、運なので、その打撃キャラ、打撃タックだったら打撃キャラと、まあ、野球マンとか違う得意練習のやつが、まあ、うまいこと絡んでくれて、プラスシアンでラブパーで、やる気上げて、まあ、回復もしていくみたいな、はい、感じができれば、かなり理想的な流れにはなるんですけど、うん、まあまあ強いですね。でやっぱ野球マン、アマネ、アミティが練習効果30まで持っていけてて、まあ、社長もね50だったらめちゃくちゃ強いんですけど、まあ、ちょっとそこまではちょっとできてないっていうのはありますけど、まあそいつらで、まあ、練習性能がだいぶ高い編成にはできてるので、まああとは、呼べるまで呼べるまでやるみたいな感じなんですけど、まあ、今回たまたま千丸来てくれたんで、まあ、ちょっと成功させたいなっていう感じになってますね。はい。で、まあ、基礎値で倒す人数変わるんで、まあ、ミートと走塁かな。ミートと走塁は、なるはやで、積んでいきたい。まあ、A まで持っていって、まあ、あとは、まあ、アミティが被んないように、気をつけたいっていうの。まあ、シアンもね、アーチスト、二次得なるので、まあ、ラストデートの時は気をつけてっていう感じだと思うんですけど、うん。まあ、特にアミティですね。アミティはイベントなので、2回目のイベントが来た時に、まあ、いつでも、勝負し取れるような、精神、ポイントを、キープしておきたいかなっていうふうに、はい、感じにはなっております。はい。まあ、あとはジャギが成功してくれればっていうくらいかな。うん。で、結構打撃呼べてるので、これね、エクストリームだとね、カンストとかも結構呼べるんですけど、うん。まあ、ちょっとやっぱさすがにハードだと。まあ、これ、まあ、こんぐらいでも結構強い方なので、どんくらい安定して呼べるかなっていう感じですね。400のマックスまでもなかなかいかないので、まあ、あとは、まあ、全打倒とかも、いけるなら、まあ、別に無理して開けなくていいんですけど、意識しながらって感じですね。で、今回は、まあ、走塁開けてないんですけど、もうあと一周で次のセクション入っちゃうんで、ジャギ取っといて、ワンパンで、次開けれるように、デートですね、しておく。デートはやっぱ、最後精神的支柱絶対取りたいんで、そこをね、逃さないように、うん、なんていうの、早めにね、デートは終わらせておきたいっていう
はい、感じでございます。はい、あとバランスですよね。打撃のタックと、まあでも打撃ワンパンだから開けるのかな。うん、そうだね。とりあえず打撃開けるんですけど、打撃と走塁のあの世紀末タックのバランスがしっかり取れないと、やっぱりまあ走力上げれないとか。はい、でまあ金徳成功してきたのがこれは助かるって感じですね。はい、まあここも運なので、あとは本当打撃、まあ打撃多めではあると思うんですけど、打撃多めではあると思うんだけど、まあ敏捷もね稼がないと、しかも106までなってるし、結構総力系の金徳バーストもそうだし電光石火もそうだし、多かったりするので、しっかりね敏捷も稼ぎつつ、バランスよくやっていかないと、結構ね筋力も走塁呼べないと足りなくなってきやすかったりするんで、まあ、技術はね全然普通に世紀末タック呼べてさえすれば全然大丈夫なんです。一番入るので余裕あるんですけど、それ以外ですね、まあ、特にそう敏捷で、まあ、次精神とかかな、うん、勝負師で結構持ってくのでもう2回目来ちゃったんだよね。1回目来ちゃったんで、ちょっと取んなきゃいけないなってところで、もう直撮りで。はい。で、シアンがね、元旦まで待てると、まあ、一応アミティとかも、骸骨持ってるんですけど、もし取れなかった場合、必ず、選択肢で、チャンスもらえるんで、それもね、待ちながら行きたいんですけど、ちょっとアミティがちょっと早かったんで、まあ、今回は直撮りして、確実に、2時まで持っていけるようにしていこうっていう、まあ、精神ねちょっと大変ではあるんですけど、はい、そんな感じです。はい、で今回たまたま持ち込み成功してたから、今の敏捷連は行くんじゃないかな。最初ね持ってきてるの忘れてて、カロリーバーカロリーバー、あ俺も今日持ってけてるわっていうところで後で気づいて回復するんですけど、持ってきてなかったら多分勝負してたかなって感じですかね。うん、まあ、結構世紀末の、ね、弱いのはスルーでもいいかもしれないですけど、踏むことによってのその後の流れ、倒せるあの周りが減っていくっていうのもあるので、なんかちょっとそういうのも考えて今回は踏んだ方がいいかなと思ってって感じですね。で精神結構持ってかれちゃったんで、精神タックも呼べたらいいかなと思って開けてます。はい、今のラブパですね。何もない時はシアン踏んでラブパもらいに行ったりとか、確率は高くなってるんで北斗の場合は、それ以外だと、まあ、デートしてなかったらデートしたりとか、はい、しながら、間潰しつつ、強いタックを待ちますって感じですね。うん、来てくれた。結構こういう感じでバランスよく来てくれれば、まあ、点数ねだんだん伸びていくって感じにはなるんですけど、ほんと引かんない時全然引かんないんで、なんか千丸呼べてる時にどんだけこういうねタックを呼べてるか、っていうところではあると思います。でやっぱ技術はね結構余ってくるので、コツつぶしとかもね、技術多いやつ、守備職だったりとかバントだったりとか、まあ、打球伸びとか、まあ、いろいろあると思うんですけど、阿部比とかも結構直で取ること多いかなって感じではあるんですけど、まあ、そんな感じでよく入る経験点のところは、まあ、潰してってっていう感じでやっていたって感じかな。はい、で、まあ、あとちょっとで全部潰せるんですけど、で軽いのは大体潰したかな。軽いの潰して今度はまあ技術多いところ潰していこうとか、まあ、コツ来てるやつ潰していこうとか、なんかそんなようなことを考えながらやってたと思います。はい、で倒してなかったんで倒しますって感じです。で、まあ、ラブパ持ってたりとか、まあ、誰かしらね、アシスト入ってるときはまあ、倒しに行きたいなって感じなんですけど、結構流れ悪い時はまあちょっと多少無理してでも踏んじゃうかなって時はあります。はい、チャンスもらってるんで最大値を取りましたって感じになってます。ここはね、でね、ここちょっと渋かったんだよね。あと3人なのにさ世紀末タックで終わりたくてちょっと待ってたんですけど、
なかなか来なかったんですよね。で、まあデートで潰しながら待つみたいな感じだったと思うんですけど、2箇所だったのかな。2箇所だったらまあ練習ね、あのちょび練で行っちゃってもよかったかなとは思うんですけど、なんかね、俺3箇所だと勘違いしてたもん。なんか行かなかったっすね。まあでもそれがまあどんな影響出てたのかって言われるとあんま分かんないですけど、まあ行ってよかったのかな。まあでもデートするタイミングもあんまなかったんで、あんまない、うん、なかったとかないんで、まあ、これでもよかったかなとは思うんですけど、でもうダメなので、もうアシストも使うのもったいないし、デート使えばいいかって感じですね。はい、で次のセクションに託すって感じです。でまあではやっぱ敏将今稼げてないので、ちょっとそこは意識したいなっていうのはあるんですけど、どうなるのかって感じね。まあ開けても来ないみたいなことは全然あるんで、うん、まあ敏将は開けてますね、優先的に。多分敏将開けたけどなんか来なかった記憶があるんだよな、やってた時。結局打撃が来たような気がする、うん、で回復ありがとう。シアンは結構やっぱ回復多かったりするので、やる気とかもね、やっぱ北斗ハマってますよね。もう露骨に 北斗、まあ北斗高校強かったので露骨にハマるキャラを出してきたなっていう、はい、感じのキャラではあるんでね。そんな感じです。はい、まあ走塁来なかったんで、まあ打撃も開けちゃうかっていう感じですかね。エクストリームだったらね、ちょっともうちょっとなんか走塁来るまで待つみたいなことしてもいいかなとは思ってたんですけど、うん、まあ、これもうそもそものタック強かったんで行っちゃいました。なんかね、結構正規末タックじゃないタックとかで打撃が結構強かったりするので、まあ、それは助かるのかちょっと分かんないですけど、50にできたおかげかなというふうには思うんですけど、はい、今打撃に来ちゃってますんで、まあ耐えながらですね、耐えながらコツ潰しながら、時を待つって感じかな。まあまだ間に合うので、まあ、どっちか来てさえいれば、まあ後で挽回できればいいかなっていう感じではあると思うんで、うん、打球のみも直撮りしてますね。はい、こんな感じです。とにかく技術が、まあ、タック来るとね余っちゃうかなと。ハードだとよりね、エクストリームだとまあ上限値高くなるんで、筋力と精神の方もね、なんか技術は止まってると思うんですけど、その筋力と精神の方がね、追いついてくるっていう感じにはなってくると思うんで、なんか素の点数400点、なんだ、正規末の方が500点みたいな感じで、カンストできることもあるんですけどエクストリームだと、うん、なかなかね、こっちだと大変なんですよね。で、今正規末関係ないけど強いタック来てたんで踏んじゃいたいなと思って、で、まあやっぱコツ潰しながら、うん、バランス見ながらやっていくっていうのが、はい、大事だと思います。はい、でまあラブパも狙えるしいいよねっていう、まあ、あと1人いればだいぶ強い、野球マンとかね入ってくれてればだいぶ強いタックだったなって感じなんですけど、まあ、ちょっと残念ながらって感じですね。うん、また来た。で2人でこんだけ入るんでね、やっぱそれは助かるよね精神入ってないけど、これは助かるよ。
で倒せてないよね。倒せてないけどどうしようかな。ここで行くのかな。ラブパーあるし体力あるので多分行ったような気がするんですけど。で精神もね上げれてないんだよね。敏捷のせいでもあるんですけど、ここ倒せなかったら多分やばかった。うん、倒せました。ラブパーが結構ね良かったりするんだよね。あざーす。金徳は結構良かったかなと思ってるんですけど、はい。で、なんもねえな。精神自体はあるんで、まあ、敏捷稼ぎたいなって多分思ってましたね。はい。で、アミティ完走です。なんだかんだ全然来なかったっていうね。まあでも、直撮りしてなかったら、スッて来る可能性全然あったので、うん、まあ、こればっかりはね、まあ、対策しておくしかないので、しょうがないっていう感じですね。精神もちょびちょび上げれてきて、まあ、やっぱ敏捷今のところ欲しいかなっていう、結構ギリギリまで足りなかったなっていう、はい、感じでございます。いつももうちょっと入ってるんですけどね。いつも2月ぐらいにやっぱ走塁を優先してあげるので、その時に割と入ってるっていう状態が多いんですけど、狙い通りいけなくて、まあ、狙い通りいけなくて退部する場合もあるんですけど、今回の場合は打撃には寄ってきてくれてたので、割とねいつもよりは寄ってきてくれてたので、まあ走塁さえ来れば、まあ、逆転できるかなっていうのを信じてやってたって感じです。はい。でね、 A じゃないんだよね。 A じゃないからちょっと開けづれえなってなったんだけど、まあ、それでも走塁開けないと、ね、バランス崩壊しちゃうので、2回になってでも、最優先で開けないと、もう多分もう整わなくなっちゃうからねっていうとこですね。でシアンが1人でもいてくれたのは助かったか、わかんない。ラブパ来てないと意味ないんだけど、あ、来てないんだね。ここでラブパ来たらよっしゃーみたいな感じなんですけど、惜しいやつね。はい。で、野球マンも完走です。まあ、招きあるんで大丈夫なんですけどね。で、光ってくれるんですよね。弱いんだけど、まあ一応光ってくれてるので、まあありがてえって感じですね。はい。はい。で、まあ全然敏捷足りないので、敏捷でも開けていきたいっていう感じです。で、ジャギ来んなって感じなんですけど、どうなんですかね。ああ、トキが来てる。これがね、ジャギ来てたら割としんどいかなって感じになってます。アマネでしかも呼べなくなるんで、まあ、アマネ得意練習も結構高いから来るは来るんですけどね。まあでもやっぱダブルタックにならないので、それがやっぱきついかなって感じですね。はい。で来ない、きつい。で精神も足んねえなーってのがあったんで、まあ、打撃開けるより体力回復しながらめっちゃ略しちゃった。体力回復しながら敏捷タックを待つっていう感じですね。で、来るってありがとうっていう。まあ、そんな強くないんだけど、まあなんかじわじわと、はい、敏捷タック来てくれたかなって感じです。いや、だからめちゃくちゃエクストリーム恋しいんだよね。500、ああ、でも結構これだと結構強かったね。連発して来てくれたのが、でかかったなって思ってます。普通に500とかで来るんで、エクストリームだと。赤い方ね。だいぶもう一発で OK みたいな感じになるんですよね。そういうのないのが、まあちょっときついはきついんですけど。回復し選んだのかな。あ、そうだね。体力温存しましたね。割と多分倒せてたから選んだんだと思います。はい。でもうだいぶ終盤でどうしようかなって、まあ、もう一発二発欲しいなとは思ってたんですけど、やる気を削ってくるんですよね、普通に。おいこらっていうおいこらではあるんだけど、でも結構でも倒せてはいたんで、まあそうですね、こう倒して終わっちゃって、まああとはもうお祈り
お祈りです。バチバチお祈りするっていう、はい、状態までは持っていけたかなって。まあ何点出てるか全然見てなかったんで、ちょっとどうなるかなって感じなんですけど、はい。でまあとりあえず何も起きてないし、デートも終わってたと思うので、まあね、ちょっと精神的支柱取んないとやばいし、経験点もあるので、まあちょびちょびでも頑張って倒していきたいなっていう感じです。はい。でまあ能力の方は、まあ、基礎値は上がったので、あとは特能をどうやって効率よく取っていこう。でまあ取れるなら海岸もしていきたいなっていうところまで持ってけましたっていう状態です。はい。お待たせいたしました。で試合です。はい。試合もね、打てなくなるから怖いんだけどね。今日そんななんか調子いいつか感じじゃなかったので、あのミスるパターンがね結構あったんで怖かったです。あとね、このデッドボール嫌なんだよ。ちゃんとあの避けてたけど、空振りしてデッドボールしんどいよね。デッドボールなって打てなかったせいで負けるみたいなのあるんで、うん、とりあえずまあ試合は大丈夫かな。はい、やっぱ打ち損じてるんでちょっと結構怖かったなって感じです。突然4点とか取られるじゃないですか、マジ怖いよね。で結構俺あるあるなんですけど、あの試合になって初めて、今日作ってるキャラの名前を知るっていうね全然見てないっていうのありますよね。はい。でタック来ねえなーと思って、まあ、とりあえず守備開ける。まあでも1回ずつ踏めさえすれば、カロバ残ってたかな、とりあえずいけるっていうのはあったんですけど、まあなんとか守備来てくれて全部倒せましたっていう。まあ強くないんだけどね。一応倒す順はタック踏めるところを狙って、まあ一応開けてったっていうのはあったので、まあ、守備来てくれてよかったですね。でも終わっちゃったんで、最後バチバチ全部開いてるけど、してくんねえかなーっていうのは思ってたんですけど、どうだったかは忘れた。あとはやっぱ特能ですね。特能を効率よく取りたいですねっていう。まあ、技術もめちゃくちゃ余ってるんで、ちょっと海岸で使っていきたいなーっていう感じですね。臨床がね、臨床わかんねえからもうちょっと取っちゃって。確保みたいな。青島確保って感じですね。で、決勝戦です。さすがに負けはしないと思うんだけど、まあ、たまにサウザーとかね、やべえときあるんで。たまにサウザーやべえときあるんですけど、それはね、怖いんですよね。そう、こういうので打ち損じるんで、いつもだったら全然打ててるんですけど、この打ち損じが怖いんで。ファールです。これが怖いんです、持ち丸。持ち丸って何やねん。数ある名字の中からどうやって持ち丸選ばれてる。はい。でまあなんとかめっちゃミスってるけどね、めっちゃミスってるからちょっと幸先不安なんですけど、一応ね一応勝ってはいるって、そんな感じです。はい。で何も来ないここ結構ね大事だったんですけどね、全然来ない。丸系は全部取りたかったんで、まあ、とりあえず対左取って、海岸したかな、こんぐらいで海岸したような気はするんですけど、まあ、技術がなんかもう開ける気がしなかったんで、まだしてないか。でコツもらいに行ったね。カロリーバーあるから使えばいいやって感じで、
つもらえてないんですけど、練習の方行きましたね。でこれが助かったこれがめっちゃ助かった、うん、これでやっと踏み込めたかな、うん、海岸する分の経験点来たよって思って助かったね。あざすで高級筆談もありがたいって感じです。はい、もう一回やっちゃったかな、うん、なんか一気にやっちゃった気がするわ。400点あったんでね、うん、で今度はちょっと点数あれなのでバランス取って、まあ一級入魂ちょっと悩んだんですけど、うん、精神とか大丈夫かなと思ったんですけど、一級入魂も悪い金属じゃなかったんで、はい、取っちゃいました。はい、あざーす。やっぱ世紀末タックじゃないタックに助けられたね今回はね、打撃の方で、うん、海岸したのにもう700ぐらいになってるんで、それは助かったよ。エースキラーは最後取るでしょ、この辺取ってやっぱ技術余るんだなってとこですよね。これをね、どこまでどう取っていくかがね、すごいね、バランス難しいんですよね。お待たせいたしました。結構コツ何もらえるとかね、忘れがちなので、結構そういうのもあるよね。そういうのもあるよねってよくわかんないけど。でもこの北斗でのこのデッキ自体は結構やり込んだアプリでやり込んだデッキではあるので、まあなんか自然と覚えてるところは覚えてたかなっていう気はするんですけど、うんね、立川もね結構ねなんかすごい振り遅れたりとかしてるんですけど、なんかたまたまホームランにはギリなってるっていう感じでした。怖かった。入るんかいって思ってました。能力勝ちって感じですね。はい、あでまだねちょびタック来るんですよねこうやって、うん、でカロバも残ってたし、うん、ありがとうって感じでした。あもう海岸ないんですけど、まあでもなね他の練習行くよりはいいかなと思って、うん、行っちゃいました。技術もいらないんだけど、技術以外も、まあ、倍率的には増えてるはずなんで、いったかな。はい。だからなんだかんだ技術精神系はね、得の多いので、取っていった方がいいよね。走塁コツ、天音がくれてたのは、めちゃくちゃ助かった。です。走塁系のコツくれたのはね、ありがとうって感じですね。オリゴ糖って感じです。ツーアウトランナー一塁という場面で持ち丸投げた。きた。いった。入った入った。北斗リードで迎える3回です。ツルヤとかむずいんだよ。地味に。第2球投げた。スライダーを。第3球を投げた。オリア。打った。ファウル。投球これから4球目。伸びなんだけど140キロぐらいしか出ないから、スピードがねちょっとやっぱ170キロばっか打ってるから、最近ねアプリとか特にみんな対戦相手170キロだからさ、分かんなくなっちゃうんだよね。今日3打席連続でホームランを放っている持ち丸。170キロ深海道深海物球威みたいな、こんなんばっかだからさ。サクスペはなんか普段はね、あの合宿の時ぐらいしか敵強くなんないから、なんか感覚戻っちゃったりとかするんだけど、カロバ確認したくてボタンミスったら怖かったね、うん、最後どっち行ったん？走塁かな？社長からなんか2打欲しいと思って、ただちゃんとくれてありがとうって感じでした。はい、で終わりです。でもね、ここ打てないパターンあるんでね
打てないパターンもあるし、なんかやらかす可能性はね全然あるんで、気抜けないよね。いやラオウは気抜けないよマジで。アマネはエースキラー最後取れる、何やんだ取りたいよね。で査定高い金あの得のなんだっけみたいのを今考えてたかなと思います。4番とか取れてないし、うん、結構ね筋力便所、まあ便所も足んなかったけど筋力精神系はねもうちょっとやっぱ欲しかったよね。技術しか足んなかったんで、足りてるとこなかったんで。怖え怖え、打ててたっけちゃんと。あ打ててるな、よかった。大豪月の方がやべえんだよねアンドロメダのね。芯食わねえんだよなかなか。ラオウはねなんだかんだまっすぐ来るからいいんだけど、謎の爆裂だからね。あ爆速か。おおそれ打ってよかったぞ、打ってよかったじゃんちょっと思ってたと思う。インコース高め、ストレートは外れてボール。速いから地味に打ち、ほら打ち損じた。2本打ったのかな。で負ける可能性があったんでそれはやだ。でもこれ打ててない気がするな、ここミスった気がするほらもうアホだから危ねえよね本当。でまあ、ギリギリ勝てましたっていう感じです。うん、まあでもやっぱもうちょっとやっぱタック呼ばないときついよねって感じよね。まあカンストみたいのないので999みたいの呼べないんで、その分回数を要求されちゃうのはやっぱハード大変だけど、まあ一応ねイベキャラ自体は揃ったので、まあまあまあ査定的には出せるよって、まあ、2万2、3000出せれば、うん、一応7、8はいけるはずなので、まあ回数大変だけどって感じね。まあ1万9000点でした今回は。はい、こんな感じです。ちょっと悩んじゃうんだけどまあ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 、あとまああと2000丸だったら、まああと2000点ぐらいあればだいぶね乗るかなって感じです。はい、で丸系も全部取って、あとなんだろう4番とかかな。4番とファーストって意外と弱いんだよね。うん、ファースト意外と弱くて、まあ、打開とか、まあ、取ってない気がするんだけど、あとラッキーセブン走塁とかラッキーボー、うん、まあ、レーザービームは精神が使わなくていいんで取ってよくて、チャンメとかもまあまあ査定高いって感じかな、この中だと。うん、まあ、技術余ってるんで対左取っちゃって一回リセットしたと思うんだけど、でね、あと106にした方がいいかなと思って、うん、106にした状態でもう一回取り直しって感じだったかな、うん、結構振るの難しいよね、まあ、ビビたるあれではあると思うんですけど、できるだけね、できるだけ強くなってほしいという願いのもと、はい、やらせていただいております。バント職人意外と、まあ弱くはないけど、あんま強くないんでね。うん、基本的に丸でいいんですけど、二重丸系はね、まあ、バント職も二重丸みたいなもんなので、あと何振ろうかなーってなってます。ファースト弱いんでだから、うん、キャッチャーも弱いんで、うん、20丸はね丸までは強いんだけど、
外製はまあ割とコスパ高いような気はしてる。いるし、いるしも悪くないけど。で、なんか敏捷使い切りたいなと思って、最後なんかちょろっといじったと思います。そうだね。静観はまあまあ強いので。で、まあなんかざっくりなんですけど、査定高い特能みたいなのは、なんとなーくみたいな感じでしてるって感じで、終わりかな。終わりでもうなんか、どうでもいいものを取ってます。はい。で、見た目何にしたっけ？見た目はね、適当っちゃ適当なんですよね。なんとなく強いやつは、なんか、好き寄りな方に、なキャラにしようかな。なんでしどれみにしたのかわかんないんだけど、今回。いいんじゃないですか。可愛いからね。可愛いので、しどれみです。はい、で PG5 ですね。はい、まあ、真ん中ぐらいなんで、まあ、6以上はね全然狙えるんですけど、点数が足りませんでした。以上